絵を描いた紙の用意ができたら、1枚ずつ折っていきます。内側が絵になるよう端と端をぴったりと合わせ、きちんと折ります。すべて同じように折りましょう。折り終えたら順番通りになっているか確かめます。この確かめをきちんとしておかなければ間違った絵本ができてしまいます。それでは輪になっている方をしっかりと折ります。爪を使ってください。折れたら輪になっている方を下にしてきちんと揃えます。そしてクリップで留めましょう。この状態で糊をつけていきます。めくって端にだけ糊をつけます。しっかりと押さえます。このまま乾くまでしばらく待ちましょう。先ほど糊付けした部分がしっかり貼れたら絵本に仕上げていきます。表紙になる方、ここに糊をつけます。背表紙になるところにはたっぷりと。そして周りにも。ページを開きながら裏返します。下に広告を敷きます。広告と一緒に引っ張りながらこの部分を指を使って角を立てるようにし、背表紙の部分は特にしっかりと指をこのようにして角を立てましょう。背表紙が貼れたら今度は内側です。この部分には絵の具をしっかりと、そして上と下は外れない程度につけます。絵のところは飛ばして白いところにつけていきます。これで絵本の出来上がりです。小学校の低学年なら友達と助け合いながら、中学年以上は自分で製本をすることができます。オリジナル絵本の出来上がりということです。